チリン。話題の現職大物政治家のスキャンダルですね。ガーシーの暴露が始まりだったという噂もあるみたいです。元刑事さんの会見を少し見ましたが、警察や政治家、組織や権力というものを改めて考えさせるものです。ビッグモーターの件もあった後でしたので、人の愚かさ、身勝手さ、弱さについても考えさせられます。どんな立場にも当てはまる話だと思いますが、一つの環境で長く過ごすと、そこを守る行動に出るのが自然なのでしょうか。また別の動画で考えてみたいテーマです。特殊詐欺の被害防止に向けて、政府内で高齢者名義の ATM 利用制限が検討されているようです。共同通信の記事によると、警察庁が銀行業界に対し案を示したそうです。見方によっては被害者側に問題があるかのような対応に移ります。そんな警察組織の体質的対応を鑑みると、今回の事件についても、そっちが本当なのだろうと感じざるを得ません。昔からよくある社会の闇がテーマの事件です。この件を知らない人向けにざっくり解説しますね。2006年、現職大物政治家 K さんの妻 X さんの元夫が刺殺体で発見されました。不審な点もあったようですが、遺体から覚醒剤反応もあったことで自殺として処理されたようです。12年後の2018年、女性刑事が捜査資料の不審点に気づき、再捜査が行われました。しかし上層部により捜査が不自然に打ち切られたようです。さて、政治家 K さんは声明を発信するのでしょうか。やはり文春の記事やガーシー、立花さんが言っていたことが事実で、権力を利用しているのが事実なのでしょうか。ガーシーといえば逮捕の流れも異例のものと思えました。権力は扱うものにより人を救うこともあれば、自分の欲のためだけに振るうこともできます。自分だけを守るために文春を人権侵害で訴えたり、都合悪くなると黙ることをやめ、改めて憲法の趣旨に立ち返り、国民主権を尊重することを願います。皆さんは今回の事件で思ったこと、考えたこと、感じたことは何ですか。ぜひコメントください。